まあ、あの興味、関心というところで、ちょっとぜひぜひ学んでみるのはいかがでしょうか。イギリスはですね、義務教育として、あるんですよね。ということは、公立に行けば高校卒業まで無料。そうですね。そうということだよね。そうですよね。義務教育。だからこれもちょっと日本と違いますよね、というのが、まあ、あります。まあ、もちろん私立みたいな学校もあるので、それは違うんですけど。で、どうでしょうか。皆さん、ケースっていうか、キーステージっていうのも聞いたことないでしょうか。この二つにまず大きく分かれていて、プライマリーっていう呼び方、そしてセカンダリーっていう呼び方をします。日本で言うと、小学校、中学校になるのかな。でも、セカンダリーだと、高校もちょっと混ざってるから、まあ、これもよくわかんないという感じなんですよね。いつも思うんですけど。で、今、イギリスはプライマリー、セカンダリーと分けて、で、プライマリーがキーステージ1、2で分かれています。大体こう3歳ずつぐらいのバンドなんですかね。2年か3年ぐらいのバンドで分かれています。で、セカンダリーに上がるとき、ここでまたテストがあるんですよね。確か。ちょっとした、キーステージテストみたいなもの。あの、まあ、そうです。で、これが、まあ、一応大事な、ステージ上がるごとにちょっとテストを受けなきゃいけない。その段階での学力を測るっていう、一応正式なナショナルカリキュラム内で組まれているテストですよね。そうですね。この点もなんかちょっと日本と違いますよね。一応、ナショナルなテストは多分日本じゃないはずで。はい。で、セカンダリーに上がると、キーステージ3、4という感じ。この辺からだんだんこう、お勉強の内容が少しずつ難しくなったり、あと科目が少しずつ専門性が高くなって、科目が分かれていったりします。で、キーステージ4、15歳から16歳っていうところですけど、イギリスで言うとイヤー11が終わる時ですね。グレード制であればグレード10に当たるんですけれども、そこを卒業というか終わる時に、いわゆるこの GCSE、IGCSE というテストを受けることになります。で、この試験を受けて何があるのかというと、最後に待っているのが A レベルっていうやつですね。で、A レベルは2年間、高校2年生、3年生、イヤー12、13の2年間で、受けていきます。で、ここがまた名前がなんか6フォーム、またはコレッジと言われているものに行って、この2年間を過ごすわけなんですが、これもなんでこの名前なんだろうなっていうふうに思います。なんか調べてもなんかよくわかりませんでした。シックスフォームの由来というのが、ウィキペディアとかに書いてあるんですけど、まあ、名前も変わって、最後の2年間を履修する。で、これが終わったら、いよいよ大学出願だっていう形になります。なので、皆様が、まあ、よく聞く A レベルっていうのは、最後の2年間の高校生の、まあ、プログラムというか、カリキュラムになっています。はい、ということで、まあ、よく比較されるのは IB なんじゃないかなと、あと AP とかになるんじゃないかなと思います。ただ、やっぱり似ているようなものであるんですが、全くまた違うものでもあるので、特に最後の2年間、イギリスの教育制度のその A レベルを、私の子供は受ける予定ですということであればですね、はい、最後の年間エレベートに上がっているということを、認知いただきたいなと思います。はい、ではざっくりと、そんなような形で、はい、まあ、これはあれですね、ピラミッドに一回なってますけれども、下から、プライマリー、セカンダリー、まあ、セカンダリーがローアとアッパーに分かれていて、セカンダリー、アッパーセカンダリーを卒業する、終了するときに、IGCSE のテストを受けます。で、伝え忘れましたが、IGCSE のテストの結果によって、自分たちがその、行く最後の2年間のシックスフォームやカレッジですね。ここでも、一応出願っていう形で、行く学校、行く高校っていうのが、行く予備校を選ぶっていうね。なので、これも、なんか、もっと全然違くて、高校なのか高校じゃないのか、ちょっとよくわからないような高校なんですね、イギリスで。で、その2年間。で、この IGCSE テストが、まあ、結果が悪いと、いわゆるその、まあ、人気校っていうところに行けなくなってしまったりするということで、すごい大事なテストになっていると。国家資格でもありますし、日本でいうこの義務教育修了認定書みたいな、そういうものになります。
イギリス本土で、まあ、生まれ育ってイギリスで、まあ、就職するっていうような人たちにとってはですね、この IGCSE のスコアっていうのは一生、まあ、自分のスコア、一生の自分のスコアになって、会社によってはそのスコアを出すっていうようなことも普通にあるそうです。まあ、なので、そのシックスフォーム行って大学行かない人たちもたくさんいらっしゃるわけで、そういう人たちにとってみれば、その IGCSE のスコアが、まあ、自分の学力だったり、学校をちゃんと卒業したよっていう証明するための最後のサーティフィケートにもなるので、そうですね、単なる学力チェックテストではないっていうのがありますね。すごい重い重いテストだっていうことがあります。あと付け加えると、はい、その質、うん、高校にシックスフォームに出願するだけではなく、イギリス式の学校的にそのまま、セカンダリー、アッパー、シックスフォームだったり、ついている学校があるんですけど、同じ学校にいたとしても、その A レベルで取りたい科目を GCSE の結果とかで、によってなんか取らせてくれないという可能性があるので、うん、自分の友達の例だったら、学校には残っていったけど、なんか一つの科目だけを別の学校で受けに行っていたっていうケースもあったので、出願だけではなく、そもそもその科目をその学校で取れるか、その A レベルを取れるかっていう条件を、まあ、学校別で設定されているので、うん、ここは結構、そうですね、先ほども、おっしゃいましたように、ただの学力チェックではなく、本当にその先に行くための、土台として、もう考えて、くれる、もうこの時にもしっかり準備をしていきましょうというような意識で見てほしいです。なので、A レベルで数学を取りたいよって考えている場合は、もう間違いなく IGCSE でも数学でいい成績を取らないといけないということですよね。なるほど。はい。ということで、さあ、では、こんな、シックスフォームカレッジと言われているもの、そうですね、何なのっていうところだったり、GCSE って誰の何のためのテストなの、なんで受けるのとか、あとはこう勝手に、まあ、高校3年生まではどん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 普通に進級できるものなんじゃないのっていうのが、こんな疑問がよく、まあ、疑問や相談をいただきます。なのでちょっとおさらいとして、シックスフォームカレッジって何なのか、カレッジって大学なんじゃないのって、日本イギリスでは、大学はユニバーシティ、その前 の、その教育機関をカレッジ、カレッジとシックスフォームは大体似たような感じで、そこで、大学出願、例えば A レベルとか、その大学出願するための準備の学校みたいな感じですね。予備校に近いですよね。はいはい、ちなみにカレッジの2年間の時は、いわゆるなんか高校生活、部活があって、パーティーがあって、ホームルームがあってみたいな感じなはありますか。普通の学校ですね。なるほど、見込まれているものなのだとして、インスティスティなるほど。なので、まあ、最近結構イギリス系のインターが増えてるなんて、思ってるんですけど、なんかそこら辺は大体シックスフォームまで、実家も見込まれている。で、GCSE は何なのっていうと、IGCSE というテストは、お伝えした通り、イギリス人にとってみれば、義務教育の証明として、あとはそのシックスフォームやカレッジに行くための、チケットじゃないですけども、学力証明書ですね。はい、で、就職にももしかしたら出すかもしれないっていうぐらい、すごいすごい大事な試験です。中にはですね、インターナショナルスクールで IGCSE を採択していて、ただ最後は IB になるっていうようなインターン結構たくさんあります。まあ、その場合は、あくまでそこまでどれぐらいできてるかっていうような、チェックテストのような機能になってるんですけれども、まあ、でもやっぱりそこでちゃんとスコアが取れていないと IB の履修選択っていうのもいろいろこう再検討になってしまうこともあって、はい、そうですね。なのでとにかくまあ大事なテストなんだということが一つあります。で、進級できるのかっていうのは、そうですね、進級勝手にできるわけではないというところで
ですね、この試験を受けてちゃんとパスをしなきゃいけないですし、IGCSE でいろいろな理由があっていろんなテストをフェイルしてしまうとそのカレッジホームスのファーシクションに行けないっていうことは全然あり得ます。はい、なので、ある意味こうそうですね、日本より厳しいと